皆さんこんにちは。今日ご紹介いたしますのは、久しぶりにミニアイ、こちらのご紹介をいたします。今回のミニアイは今までのミニアイとは違った史上最強バージョンということで、前後カメラがついていて、かつ ADAS 搭載機種となります。こちらの方興味のある方はぜひ最後までご覧になっていただければと思います。で、今回なんですけれども、まずは実際に車を走らせながら ADAS の機能等を見ていきたいと思います。で、非常にこのミニアイもそうなんですけれども、今こちらアプリを使っているんですけれども、 AI ボックスを使うことによって、このような形でアプリ上でリアルタイムで、今こちらフロント画面を映し出しているところなんですけれども、このような形で使うこともできますし、このように押していただきますと後方画面、今までのミニアイって後方カメラがなかったのでフロントカメラのみ、また2台目になってからは前後カメラが搭載されていたんですけれども、この AI モニターがなかったということだったんですが、まあ、今回のモデルになってからは ADAS がついて、かつ後方カメラも見えるようになったということで、非常にミニアイとしては画期的なモデルとなっております。で、今これ前に表示している理由っていうのは何かと言いますと、まあ、ADAS の機能を説明するためなんですけれども、まあ、今ピッピッピッってなりましたけれども、前の車ある程度の距離に接近するようになりますと、車の衝突検知ということで注意喚起をしてくれる、こういったところがこのミニアイの機能の大きな特徴であり、またモニターで映してくれるということで、非常に分かりやすいということになります。ちなみにこのモニターなんですけれども、このように2回押ししますと、モニター上でも表示することができます。で、また入ってこうこうしているうちに、先行車発進しましたという先行車発進のお知らせ機能もついております。まあ、こういったところも含めて、新しい車には搭載されている機能ではあるんですけれども、まだまだ中古車の市場というのは非常に大きくて、こういった機能がついていないということが非常に大きいということから、このミニアイのこの ADAS 機能というものは非常に潜在的な需要というものがあるということが言えると思います。まあ、今ピーンってなりましたけれども、ある程度距離が近づくようになる、今こう走行している時なんですけれども、まあ、そういった時に注意喚起をしてくれる。で、また今これ車線認識してますけれども、で、今これ車線認識してて、はい、今前に車がいましたということで、近づいてますよということで注意喚起をしてくれるということです。で、車線の話なんですが、もちろん車線逸脱機能というのもついているんですけれども、これは確か60キロ以上にならないと車線逸脱機能というのが効かないということで、ある程度車速のリミッターというのもつけておいた方がいいかなと思います。むしろ車速機能がついていない車線逸脱機能ということで、まあ、ADAS 機能ついているポータブルナビに搭載されていた ADAS 機能搭載のものがあったんですけど、あれは使っているとかなりこうピッ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 うるさいということもあって、あまりこう頻発して注意喚起されても、やはり使いにくさっていうのがやはり出てきてしまうということもあるので、まあ、60キロ以下ということで、これも純正もそうなんですけれども、60キロ以上にならないと ADAS の機能というのが働かないということになっております。このように衝突注意というアナウンスもしてくれます。これはおそらく車速に応じてその辺の表示の違いっていうのが、まあ、出てきたりっていうのがあるのです。あとは急加速、それから急ブレーキ、それから急カーブ、まあ、そういった時にも注意喚起をしてくれるみたいなんですけど、私の車でもやってみたんですが、まあ、ミニバンということもあって、まあ、それほどまあ急加速しても G がかかるわけではないですし、まあ、急ブレーキすれば多少なりとも G がかかるので、
検知はしてくれるとは思うんですけれども、残念ながらちょっとそういったセチュエーションというのがちょっとなかったので、ちょっとお見せすることができないんですけれども、まあ、そういった機能もついていると、まあ、いうことになっているようです。で、例えば人の検知なんですけど、このように小学生が横断してますけれども、しっかりと認識してくれるということになっています。まあ、止まっている最中は特にこう音が出るってことはないんですけれど、でこのピーピーって音はまた違ったものになりますので、このミニアイとは関係ないです。車線逸脱に注意してください。はい、このように車線逸脱の注意ということで、60キロ以上とかになりますと注意喚起をしてくれるようになります。で、今回のミニアイなんですけれども、詳細の機能を見ていきたいと思うんですが、こちらアプリで基本的には操作をしていくようになります。で、今回こちらのアプリなんですけれども、これ今リアルタイムでリアの画面を映し出しているという状況になっております。で、またこちらこのような形で、まあ、鏡像に切り替えたりということもできるようになっております。まあ、通常ですとこのような形になるかと思うんですけれども、バックミラーと同じ映り方をするんであれば、こういった切り替えもできるようになっております。で、また前を映したいという場合は、ここを押していただけると前に切り替わるようになります。こんな感じになります。で、こちらを押していただきますと、デバイスの設定というのが出てまいりまして、まずこちらなんですけれども、解像度が 2160p ということなので 4K 相当ということになります。で、またこちら 2K 相当という設定もできますし、もちろんフル HD ということで、こちらの設定もできるようになっております。これはあくまでもフロントカメラでの設定ということで、リアカメラは 1080p のフル HD ということになっております。で、このように音量調節であったりとか、録音のオンオフ、それから今回はご紹介できないんですが、駐車監視ですね、ついておりまして、このように低い、普通、高いということで、これおそらくタイムラプスではなくて衝撃検知機能だと思うので、まあ、最低限の、まあ、駐車監視機能と、まあ、いうことになります。で、こちらの方、時間短縮録画ということで、ちょっと日本語がおかしいですが、このように12時間、24時間ということで、まあ、タイマー設定ができるようになっております。それから速度単位、マイル表示、それからキロメーター表示という2つの設定ができます。で、音声も言語パックということで、言語の設定ができるようになっています。あとはストレージ管理ですね。まあ、この辺でも今の SD カードの容量、今どのぐらいあるのかっていうことをここで確認することもできるようになっております。まあ、非常に内容に関しては、まあ、簡素なものとなっているということになるかと思います。それから、こちらの方なんですけど、ここを押していただくと、静止画が撮れるようになります。ここにしますと、まあ、ビデオをロックするということが、まあ、オンオフできるようになるということになります。で、こちら。で、こちらもアルバムということで、収録した動画の方をここで見たりすることももちろん可能ということになります。このような形でサムネイルがしっかりと映っていますんで、ここで動画を見ると。
大きくしたい場合はこういった形で見れます。かなり今回のこのミニアイのドライブレコーダーなんですけれども、収録動画非常に高画質で高精細だということが言えるんじゃないかと思います。特にこの昼間の画面を見ていただいてもお分かりいただける通りで、もうナンバーの認識までしっかりとできるということもお分かりいただけるんではないかと思います。これ今 4K なので、まあ、間違いなくこのナンバー認識なんていうのはもちろんできて当たり前かもしれないんですけれども、非常に画質が綺麗だということがまず皆様にお伝えできるところかと思います。でこれがフロント画面なんですけれども、こちらを押していただきますとリア画面に切り替わるようにもなります。でリアもですね、非常に画質が綺麗になってまして、見ていただくとお分かりいただけるんですけれども、ある程度の車間距離でしたらもう十分にナンバープレートを認識するだけの解像度を持っているということも言えるんではないかと思います。でこの非常に綺麗ですよね。今もうちょうどもう秋に差し掛かろうとしていて、鱗雲が出てきていますけれども、青空の中のこの鱗雲も非常に綺麗でして、この画質自体もものすごく綺麗だなということがお分かりいただけるんではないかと思います。次に ADAS の設定をご紹介していくんですけれども、まず上からいくとワンキー設定というのがありまして、これ感度統一ができます。低い、普通、高い、超高感度、この4つのパターンで設定することができます。また各々で設定したい場合はカスタムというところを開いていただくことによって各々で設定ができます。で車間距離の設定、それから車線逸脱、この辺の速度設定というのもできるようになっております。それから画質の調整ということなんですけども、こちらの方は ADAS を使う際の、まあ、キャリブレーション設定になります。それから車種に関してなんですけども、こちらもキャリブレーション設定で車種の選択ということで、中大型車、それから小型車ということで、まあ、こちらのノアボクシーに関してなんですけれども、小型車という設定にしてあります。あとは取り付け位置ですね。この辺のところなんですけど、取り付け位置に関しては、私の場合はもうほとんど真ん中につけていますので、真ん中の位置に合わせております。それから最後に、アラームレベルの設定ということで、低い、普通、高いという4段階の設定ができるようになっております、はい、最後に夜の解像度を紹介してなかったのでご紹介をしたいと思います。でまずはフロント側なんですけれども、まあ、ナンバー認識精度主にご紹介していきたいと思うんですけれども、今前に車止まってますけれども、割と白飛びが気になるかなっていうぐらいナンバーの認識が少ししにくい部分があるかなと思います。でまた周りの周囲の状況なんですけれども、黒つぶれがやはりちょっと気になるかなということで、この車の周囲は割と見えてるんですけれども、さらに外側の歩道の方とか、まあそういったところがやはり少し黒つぶれが多いのかなという気がするかなと思います。次に後方なんですけれども、まあ、止まってる車のナンバープレートを見ていただくと分かると思うんですが、後ろは割とナンバープレートの認識はしやすいかなと思います。また HDR 補正もフロントに比べるとかなりされてる方なのかなという気がします。周りの周囲の状況はやはりこう黒つぶれが少し多いのかなという感じがあるので、ちょっと状況がつかみにくいところも薄暗いところですとあるかなといった印象が強いかと思います。はい、ということで今回は歴代最強最新のミニアイ、こちらのご紹介を今回はさせていただきました。
やはりこちらのミニアイなんですけれども、先ほどもご紹介した通りなんですが、ADAS と2カメラドライブレコーダーがついているということが、このドライブレコーダーの最大のセールスポイントとなるわけなんですけれども、まあ、ADAS について、特に中古車とかになりますと、まだまだ ADAS の機能が搭載されていない車もございますので、ついていない車にインストールをするということにおいて、今まで以上に安全運転ができる状況になるということは、まあ間違いないということで、特に安全運転支援系がついてない車には、このミニアイの ADAS 搭載のドライブレコーダーは非常にお勧めできる一台になるのではないかなと思いました。また、ドライブレコーダーも特に昼間、非常にくっきりと高画質で高精細に動画が収録できますし、ドライブレコーダーの収録動画とはもう思えないぐらいの綺麗な画質で動画の収録ができるというところも魅力的なポイントになってくるのではないかなと思います。こちらの製品の詳細なんですけれども、現在幕開けの方で募集を募っておりますので、ぜひ興味のある方はリンク先貼っておりますので、そちらの方もぜひご覧になっていただければと思います。それではまた次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。失礼をいたします。